ていうことでやな、これが担当ダムでございますわ。次が次がヨフトダムやったっけ、兵庫なんちゃらかんちゃらかんちゃら建築土木事務所ってとこ。まあいいや、レッツスタート。8時42分。ちょっとペース早いな。カレーが余裕に見えてきた。ウインカーだ、失敗やった。どうしても暑いな、やっぱり。ちなみに32分です。こっから見えへん。23キロか ?23 キロやわ。なんかビデオが撮れてるか撮れてへんのかめっちゃ気になるわ。さっきの給油動画の撮るつもりが撮れてなかったから。30度あるやん、ただいまの気温30度でございます。ただ暑いわ。まだ8時半やっていうのに、8時44分やっていうのに30度です。わあ、川で泳ぎたいな。あー、綺麗な川で泳げそうな川や。泳げるんかな。生活排水だら流れじゃないのここ。あ、やっぱりあれやな、この辺も雪降るんやな。信号が縦やもんな、雪積もれへんように。冬場にダムカードって行けるとこ限られるよな。雪の降れへんところのダムって言うたらどこにあんねやろ。ちょっとダムに電話して雪ありますかって聞かなあかんよな、行くときに。だからまあ11月は大丈夫やろ。まあそうそう大丈夫やと思うんやけど、12、12やんな。3月になったらまあそうそう大丈夫やと思うから、12、12やわ。雪が心配な。あと1、2、3つ行ってカレーやから、お昼過ぎかな行ってやってないとか言うんちゃうやろな。ダムカレーこっちやな。水しそばも食べたいけどな、ダムカレーやろな。保健福祉センター前4キロ、4キロまだまっすぐか。4キロ先を左折でございます。もうこの辺どこでも景色一緒やな。山があって田んぼがあって家があると、道があって家があると、その連続やん。安いカバン屋さんやってないやん。安いカバン屋さんやってないやん。ようこそ伊豆市へ。
丹波の小京都って、ただいまの今日29度カーブ脅威。これこのままやな、道なりでええんか、道なりで OK やな。鹿脅威って鹿出てくるんやな。ホタル橋ってホタル見えるんかな。俺生ホタルを見たことないんだわ。ちなみにホタルが飛んでるの光って、宿坊湯本館水日温泉そば、これをあった、これこっち、これ左です。保健福祉センター前、ちゃんと書いてあるわ。ね、暑い。んで、この土間でよ。土間で。こっち。31度、速度9位でございますわ。このまま7キロか、この道を。で、国道っすね、国道かな、これ。312。これは何道なんやろ。浅間トンネルかな。浅間トンネルやな。4.1 キロ、あと9分。ゆずシャーベットなんか食ってみたかったな今の。はい、下小田やった。さっき下小田って俺言うたっけ。これを左折でございます。うわー暑なってきた、マジで。これめっちゃ暑い。あ、信号のすぐ向こうに踏切があるんか、これ。こんなとこも珍しいな。これを312の方へ曲がります。みんなこっち行きよる。あと5分です。 2.4 キロ、頑張れ俺。うわ大きな川やなこれ。あ、魚道があるんか、真ん中な、両端と。ひょっとしたら魚道だわ、魚道。あと1キロ、あと 950m、 3分です。もうそこや。なんかややこしそうなこと書いてあるぞ。丹波、ここちゃうわ、これ行き過ぎ。どこやねん、ここ上がれるの。このとこ行くの、この辺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 。ん？ちゃうな、この辺やな。あれ？どこ？これか、これや。ここ、どこ、
到着っぽい。ちょっと行ってきます。探さなあかん、どこか。わからないときは聞くべ。あれ聞いてみよう、中入って。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけども、うん、ここにね、表現たま、え、土木事務所、ちょっと工事しております。はい、ちょっとあの移転してますんで、はい、場所移動してるんです。今どちらから来られましたかね。ちょうどまだちっちゃい信号が見えてきますんで、すぐ右手に仮の庁舎があります。あ、わかりました。はい、これどうぞ。はい、すいません。はい、ありがとうございます。まさかの移転だわ、マジか。行こうや、レッツラドン。暑い。こっちやろ。こっちはこのままでええんか。あ、ここや。あった。ここか。仮教師やっと見っけ。あっつ、到着。すいません、あのこちらでダムカードがいただける。はい、他にあるんです。はい、ここすぐ行っていただいた、あの階段ありますので。はい、わかりました。はい、すいません、ありがとうございます。すいません、あのダムカードってこちらです。1枚でよろしいでしょうか。はい、あ、すいません、ありがとうございます。今ここのダムっていうのは行けるんですか。工事中で入れない。入れないんですか。わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。あ、すいません。あっつということで、入られへんらしいわ今は。ということで、ダムカード、ヨフドダムゲットしました。ちゃんとこんな入れ物に入ってるわけ。次はダムが見られへんっていうことやから、オーロダム、レッツラドン。ということで、ここがやな、ヨフドダム、ヨフドダムのダムカードやって。土木事務所仮庁舎やから、ここみんな仮庁舎に騙されたらあかんで、ね、次はオーロダム、オーロダム、ここはダム管理所があるから、そこ行きますと。レッツラドン、次3枚目な。
今日7枚取る予定やから、ちゃっちゃといかんな、ちゃっちゃと。うわっ、こけるかと思った。出発。まさかな、仮庁舎に引っ越ししてるとは思えへんかったわ。なんでもうまいこといけへんもんや、なんだとトラブルあるって。次は王道だもん。やってなかったらどうする。おまきで巻きで行こう。もう9時49分。まさかここでこんな手間取るとは思えへんかったから、今から53分かかるのこれ。あと18キロ、10時42分着です。まだあるよな、これ走ると涼しい。まだええわ、これ走っても暑なるからな、そのうち。行くぞー。うわ、赤信号や。まあ、慌てず騒がずゆっくり行きましょう。カレーを早く食べたらいいだけやろ。こっち右です。おお、感動だっかと思ったら、ちゃうかった。松葉ガニ、タラバガニ、何このとこでカニが売ってんの。カニはまだ季節外やもんな、夏にカニって。お本屋さんや。なんかもう最近めっきり家の近所に本屋さんがなくなったわ。なあ、本屋さんほんまなくなったで。なんか本買おう思ったって本屋さんないからさ、もう楽天ブックかアマゾンで買わんとしゃあないって。だってほんまないで、近くにあった本屋さん潰れたもんな、この前。今ラーメン屋さんになってるわ。3軒目が10時っていうのはペース的には早いな。いけるやろな、このまま行けば。予定通りもうちょっと足伸ばしてもいけるんかな。この後に生野ダムかなんか行くやろ。大戸ダムの次が生野ダムやったっけ。ほんでダムカレーか、ちゃうかったかな。気温30度、速度9位。白バイさんがおった、白バイさんが。300メートル右折です。これか、ここ右折。なんかこう入るところになんちゃらダムって書いてなかったけど大丈夫なんかな。大概書いてんのにな、なんちゃらダムこっちって書いてあったか。俺が気ぃつけへんかっただけ。うわ、真っ暗。あと37分 6.6 キロ。この上が、これあんな高いところから追ってみ、落ちるだけで死ぬべ。これがなんちゃらいう高速道路、和田山とか書いてあるから。和田山、武田家具やろ。これが丹波連絡有料道路、この上。それは地図に書いてあった。地図に書いてあったら俺も読めんねん。たまに読まれへん感じもあるけど。横線路走ってるやん。汽車やな、ディーゼルやなこれ。万丹線って書いてあるわ。ビューンビューン。で、こっちこっち、これ普通の道、普通の道というか住宅街やんな。
丹波銀行、略して丹銀か。これは県道やな、104かな。んでここへ出ますと、これをこっち右です。これ武田周辺観光案内。おお、武田城跡、また来ようよな。写真も撮らんとこ。武田城跡は雲海見に来よう、今年の秋。また来ますほんまか。止まれな。単線のディーゼルですわ。ここに何かいたでもね。こっから行けませんね。こちらから車両の進入はできません。山城の里へお回りくださいって。だけどバス来てるね。バスはええんかいな。なんかちょっと空気が涼しくなって、なんか雲行きが怪しいのかな、これ。ひょっとしたら空気がすごく涼しくなったで。これこのとこ行けるん。なんか Google 先生大丈夫ですか。オードダムあったわ、こっちや。え、もう着くの。おお、オードダムもう着くじゃないですか。なんかこっから13分かかんの、ひょっとして。マジで。あ、ダムダム、これダム、あっこやろ。あの上突っ切れたら早いんちゃうの。写真撮ろうか、せっかくやしな。よいしょよいしょ、この辺でどう、写真撮ろう。一周回るとか嫌やもん。ほい、ここいける。行ったらあかんとは書いてないええんか。あかんとは書いてないやろ。わーっとわーっと到着、到着です。なんか嫌な感じやな。誰もおれへんっぽいような気がすんねんけど、ちょっと行ってきます。いいよ。熱っ。山周辺
これあれやな、映るかな、こうして映るか、辛いか、こうか、あっこで芝刈り機の音がするのがそうかな、ちょっと行ってこようか、あっこで芝刈りしてる、草刈りか、芝刈りちゃうな、草刈りやってるおっちゃんかそうかな、行くべ、あつビル取れてるかな、まあ、すいません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 、今ね、カードが切れてるんですよ。はい、ほんで、玄関のところに紙があるんで、はい、ぶら下げたので、はい、それに名前と住所と、いる枚数と、はい、はい、そこの掘り込んだ問題はまたお送りしますんで、ああ、わかりました、だいたい9月頃にもなると思うんですけど、了解です、はい、はい、すいません、とりあえず、はい、書くもんとかがいるもんなかったかなカードがないんか、カードがないか、書くもんと書かれるもん俺あったかな、よいしょ、まあ、そういうことで、ということは書類を書かんなかったな、書くもんと書かれるもんがいるんか、俺持ってたかな、ポストとかこういうじゃん、ということでダムカードがないから、後で郵送してもらいますと、ね、こんなパターンもあるんやな、まさかのカードがないから後日郵送か、じゃ次行こう、次大野ダムは
後日郵送していただきますと。で次、次どこ行くんやった、次ここか、生野ダム行きます。ここは生野ダム管理所です。ここもないとか言えへんやろな。よし、ここへレッツドン。58分24キロですけど行くよ。もうなんかトラブル続きやな。行きます。これでビデオ回してないとか言うんちゃう。回ってる。行きます。ちゃんと郵送してや。あっこの写真を1枚撮ったと。これな、ここでも1枚写真撮こうか。よいしょよいしょ。行きます。大路ダムから行くのダムです。よいしょよいしょ。大路ダム動け。ダムカードぐらいちゃんと用意しとけよ。あれ送ってこいよお前。